こんにちは、ダイスです。今回は特別なピカチュウマイピカの受け取りをしていきたいと思います。ポケモンセンター25周年の記念配布としてピカチュウの配布が始まっていたんですが、今回お仕事で東京行ったのでポケセンでもらってきました。特別なピカチュウは名前がマイピカになっていて、配布期間は6月30日金曜日まで。ポケモンセンターかポケモンストアでシリアルコードがもらえるという感じになってます。もうすでにもらってきたよっていう方も視聴者の皆さんの中にはいると思うんですが、皆さん証はどっちだったでしょうか？私はまだ見てないので楽しみです。特別なピカチュウのマイピカはプレシャスボール入りの特別個体です。記念の証持ちになっているのプラス最大個体か最小個体かで、でっかい証かちっちゃい証どちらかを持ってます。ポケモンセンター25周年の記念なので、それにちなんで持ち物は技マシンの025から元気を持ってる状態での配布になっています。レベルも25で、本当にね、25周年にふさわしいピカチュウなんですよね。ピカチュウは図鑑ナンバーも25なので、今回ポケモンセンターの25周年は全部25がついてるという感じの個体です。親名はポケセンになっていて、特別な技の通常だと覚えないお祝いを覚えてます。プレゼントされる個体だと、まあ、記念だとね、基本的にお祝いって覚えてるんですけど、誕生日のポケモンとかの他にはあんまりなかった気がするので、まあ、個人的にはね、特別個体なのですごく楽しみです。あとは最大か最小ですね。これに関しては本当にランダムでわからない状態になっていますし、大きい証なのかちっちゃい証なのかっていうところを、欲しいなこっちっていう方もね、いると思うんですよね。私ちなみにちっちゃい証が欲しいです。もらい方としては、マイピカのプレゼントは配布期間中に全国のポケモンセンターもしくはポケモンストアで受け取ることができるものです。残念ながらポケモンの出張所とか、あのポケモンのカフェとかね、そういうところだと受け取りができないので、必ず全国のポケモンセンターかポケモンストアで受け取るようにしましょう。期間6月30日なので、まあ来月末まで行く機会があるっていう方はぜひスイッチを持ってポケモンセンター行きましょう。シリアルコードをもらうときに必ずスイッチが必要になります。ポケモンセンターとポケモンストアの行ったときにはスイッチを持って行って、スタッフさんにホーム画面のスカーレットとバイオレットのどちらでもいいのでアイコンを見せると、この25周年のピカチュウのシリアルコードがもらえます。一応ですね、私はスタッフさんに25周年のピカチュウのシリアルコード欲しいですって言って、スイッチ出してアイコンありますってやりました。スカーレットもバイオレットも1つのスイッチで遊んでるよって方は2枚もらえるようになってるので、1回で大丈夫です。1セーブデータで1匹のみ受け取れるようになってるので、1回ポケモンセンターに行ってみせれば2枚もらえるので、そのピカチュウをシリアルコードの中で読み込んでゲットするという感じのやり方になってます。あ、残念ながらですね、あのマイピカってぬいぐるみがあのピカチュウのキャンペーンで発売になったんですけど、マイピカちゃんはね、1週間もしないうちに売り切れちゃったんですよね。表情が違うピカチュウのぬいぐるみなんですけど、寝てる子とか、あとあのウィンクしてる子とかね、もう形も普通のピカチュウのこう座ったぬいぐるみっていうだけじゃなくて、いろんな子がいたんですけど、私は残念ながらその期間には行けなかったので購入はできなかったんですが、一応マイピカの再販が今年の秋っていうのが決まってるので、の再販の時期にね、また機会があってポケモンセンターに行くことができたら、私もねマイピカちゃんをお家にお迎えしたいなと思います。間に合ってあのお家にお迎えしたよっていう方もいらっしゃるかもしれないし、今回私も受け取るマイピカチュウのシリアルコード入手したよっていう方もね、いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、特別なね25周年は今年しかありませんので、機会があるっていう方はスイッチ持ってお店に行ってみてください。それでは受け取っていきましょう。
証がどっちかっていうのを気になるんですけど、まあとりあえず受け取り方はいつもと一緒ですね。不思議な贈り物にもらってきたあのシリアルコードを入力して受け取るっていう感じです。シリアルコードは一応有効期限がね7月の31日までになってました。配布が6月末までなので1ヶ月ぐらいその後入力までの期間が持ってる感じのやつです。そしてポケセンのピカチュウになってました。お祝いピカチュウとかじゃないんだね、ポケセンのピカチュウで今回のこのマイピカちゃんはですね、オスは固定みたいですね。多分メスっ子はねいないんじゃないかな。はい、もらいましたのでとりあえず手持ち確認しましょう。ポケモンセンターでの配布ってポケモンセンターが新しくできた時とか、あとは誕生日とかね、そういう時が、まあ、過去も多かったと思うんですけど、記念配布の25周年はね今年限りになりますので嬉しいです。30周年とかどうなるのか今から楽しみですね。まあ、とりあえずですが名前がマイピカプレシャスボール入りのレベル25個体です。で親がポケセンで ID が230422、ポケモンセンター25周年の記念日の日付になってます。持ち物も技マシン025持ってるのと、プラスで特別な技のお祝い、そして他だと仲良くするプレゼント、そしてピカチュウらしいですね10万ボルトの4つの技を持ってるという感じになってます。特別個体なので、まあ、基本的に私はこの技とか変えるつもりがなく大事にね保管しておこうと思います。性格はランダムです。ただ持っている証、最初から持ってるこのプレミアリボンっていう記念日の記念リボンに関しては必ず持ってる感じになってます。あとは最大か最小とプラスで個体値も気になるので見てみましょう。あ、これ多分みんな一緒になってるはずですね。かなりいいが固定なんだと思います。ちょっと見ますね。これ大きさ多分見たらわかるんじゃないかな。あ、大きい子な気がするでっかい証持ちの子じゃないかな。最近だと今年のポケモンデーにね記念のイベントレイドがありましたけど、最強ピカチュウはでっかい証持ちの子がいるっていう感じで、皆さんもね でっかい証のピカチュウ持ってる方が多いと思うんですが、今回のマイピカでっかいのじゃなくてちっちゃい証も欲しかったんですけど、この子は多分大きいはず、個体が大きいような気がしてなりません。じゃあ見ましょう。そうで、あ、やっぱりIt's a big Pokemon。 いや、私のスカーレット側はでっかい証持ちのビッグポケモンでしたね。でっかいマイピカになりました。まあ、リボンに関しては2つ持ってるのでこんな感じで並べて持てるという感じですね。あとは仲良しリボンとかもここにつけるんだったらずっと一緒にいればつけられるという感じなはず。ありがとう、うちに来てくれて大事にします。やっぱ大きいですね、見た目腰ぐらいまであるんだ。じゃあ次です。もう一個バイオレット側で受け取りしていきましょう。さすがにこっちはちっちゃい証にならないかな。これシリアルコードでも分かれてるのか、受け取る時にあのランダム機能がつくのかが全然分からないので、どっちなんだろう。シリアルコードでなんか決まってる感じもしますよね。どうかな、ちっちゃいか大きいか。ポケセンのピカチュウ受け取った時にこうパカッと開くのだと全然わかんないですからね。どっち、ちっちゃい証持ち欲しいよ。そう、1セーブデータに1匹しかゲットできないので、マイピカ1回受け取ったらもう2匹目はないんですよということはできればねでっかいとちっちゃいマイピカ欲しいんだけど、物欲センサーがあるからうまくいかない気がしますが、一応ね確認しますね。
違いがあるところは性格がやっぱり違いますね。持ち物一緒、性格こっちはおとなしい子でした。一番上の性格と一番下のなんか体が丈夫とかよく寝るみたいなところの文面はみんな多分みんなが違うやつかな。やっぱりこっちもかなり全部ですね。これも固定になってるっぽいです。さて、大きいのかちっちゃいのか確認しに行きましょう。マイピカゲットしたよっていう方はぜひちっちゃい証だったかでっかい証だったかコメントで教えていただけると嬉しいです。割合はね多分半々ぐらいになってるんじゃないかなって予想はしてるんですけど、どうなんでしょう。でっかい方が多いのかな。はい、じゃあポケモンのサイズ教えてもらいましょう。こっちまだ見てないですからね。ちっちゃいちっちゃい、きっとちっちゃい。ビッグかぶりましたね。さすが物欲センサーだまあそれでも特別個体なので嬉しいです。ということで私はどっちもマイピカでっかい個体になりました。あー、やっぱ大きいねこうやってね出してみるとわかるんでね、出さないでこっちは来てみたんですけど、残念ながらね同じ子になってました。はい、こちらもでっかい証付きにもできるようになりました。せっかくなんでまあちょっと遊びに行ってみようかなと思います。ということで小さじお家に行きましょう。ということで今回はマイピカをスカーレットの端末とバイオレットの端末で受け取りしてみました。25周年記念のポケモンセンターでもらえるこのマイピカのシリアルコードは6月30日までの配布なので、行く機会がある方は絶対スイッチ持っていきましょう。ここを逃すとね、名前がマイピカで入手するっていうのができなくなっちゃうので、ぜひ持っていくようにしてください。そして6月誕生日なんだけどとかね、まだね5月中なので5月に行く人、5月誕生日なんだけどっていう方はね、身分証も一緒に見せてお誕生日ですっていう風にね、ポケモンセンターのお兄さんとかお姉さんに言うとどっちもくれるのでやってみてください。私もどっちももらってきて、今だとねお誕生日のポケモンフラベベなので、フラベベも動画にしてるのでよかったらそっちも見ていただけると嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!